はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日はですね、こちら以前ね作ったこちらね、日課ウイスキーの樽、こちらね、実はね樽型のワインサーバーを改造したものなんですが、まあ、これってね、このようなワイン、大容量ワインをここに装着して使うものなんですが、まあ、以前の動画でもね、そのうちこれ樽を改造して中にねウイスキーを仕込めるようにして、ここからね口をつけてこう出したいな、なんてお話をねしていたんですが、なんとですね、今日仕事帰りのスーパーでですね、いいものを見つけてしまいました。その様子をねぜひご覧ください。はい、いかがでしたか。こちらのねスーパーで今回購入させていただいたものがね、こちらじゃん、ハリスホークブレンデッドウイスキーモルト&スピリッツ2リッタータイプのウイスキーになっています。これはですね、まあ、こちらのねワインと同じようなタイプで、まあ、これ後ろを見るとですね書いてるようになるんですけども、ちゃんとねこのようなコックがねついているので、このねワイン樽サーバーに、ね、装着できるんですよ。すごいでしょ。やっとね見つけてしまいました。まあ、まずね、まあ、私もこのハリスホークっていうのは実はね初めてちょっと興味を示したんですが、まあ、こちらが何なのかっていう情報から、ハリスホークは日本の南アルプスワイン&ビバレッジ社が製造しています。ハリスホークの他にもハチクマやクマタカなど鷹のつく名前のウイスキーを販売しています。こちらのハリスホークはセブン&アイ限定商品で、セブンイレブンやイトーヨーカドー、ヨークベニマルなどでしか手に入らないウイスキーとなっています。ということでですね、こちらのハリスホークはですね日本のウイスキーということになるんですかね。一応ねこの正面なんか見るとモルト&スピリッツって記載があって、ブレンデッドウイスキーと言っていいんですかね、これはね。日本では一応ブレンデッドウイスキーってこう名乗れるんですが、本場スコットランドではこれスピリッツが入っちゃうとウイスキーとは名乗っちゃいけないはずなんですよね。だからまあ日本でのみウイスキーと名乗れる、一応ウイスキーです日本ではね。まあ早速ですね、このウイスキーをねこの作った樽にね装着してみたいなと思います。はい、それでは早速ですねこちらを装着してみたいなと思うんですが、まあここをね開くんですよ。パカッと。この中にね入れるんですが、まあ、こちらのね箱の中身をね早速取り出していきます。お、面白い。中はなんかこんな感じでちゃんともうウイスキーだって分かる、液体の色が分かるようになってますね。ワインは銀並っぽい感じだったんですけど、これ普通のなんかナイロン袋っぽい感じですね。早速これをねこう入れていきます。で、まあ、ここからね、この穴からこのコックが出るようにちょっと一回やってみますね。あれ、ちょっとね、マジか、ちょっとはまらないです。残念ながらはまらないです。ちょっとまずい。これ邪魔。ここもうちょっとグッといかないかな。これどうしたらいいの？こうか。あ、これでいいんじゃないですか？あ、こうだこうだ。行きました。行きましたよ、ほら。はまりました。さあ、
とはね、わかりました。あと、あれ、あれ、あれ、ちょっと待って。あれ、なんかビリって言った。ちょっとやばい。あ、なんと。来ました。さあ、無事にね、着きました。こんな感じで、おお、なんかいい収まり。ちょっと私が下手だったけど、きちんとね、収まりがいいですね。着きましたね。で、こちらをね、まず封をね、取ります。どうやって取るの、近方か、こうやってね、パラパラッパラパラッと取れました。取れましたね。そしてちょっと待ってくださいね、説明書を読ませてください。注ぎ口の両側にあるボタンを持ち上げ、ウイスキーをグラスに注いでください。はい、注ぎます。グラスを用意したので注いでみたいだと思います。なんかね、これを上にこう、わかりますかね、上にキュッとこう両方で上げると多分出てくるはずなんです。いきますよ、いきます、キュッといきますよ、キュッ、あ、出てきた。こんな感じで、あ、出てきました。やべ、次すぎた。入れすぎましたが、ちょっとね、うまくいきました。やっとね、この日課ウイスキーダルが使える日がやってきましたね。まさかこんな早く来るとは。いいですね、これめちゃくちゃ収まりがいいですね。では早速ね、こちらハリス方向ね、飲んでみたいと思います。まず色味から。色味はですね、このように、まあ、まあ薄くも濃くもない、まあ、琥珀色ですかね。では早速いただきます。香りから。ん、香りはね、結構甘い、ちょっとフルーティーな香りしますよ。少しアルコール感は鼻にきますが、香りは全然悪くないですね。いい香りしますよ。ちょっとモルティーな感じは全然ないんですが、甘い、なんだろう、ちょっとカクテルっぽい香りって言えばいいのかな。美味しそうな甘い香りがします。では早速いただきます。あはは、うん、正直薄いですね。薄いんですが、飲んだ感じは正直ですよ、悪くないです。フルーティーな甘さがすごく際立って、蜂蜜感もありますね。で、ただね、やっぱりモルティーなというか、樽感とか麦芽感はほぼないですね。そしてスモーキー&ピートももちろんないですし、なんだろうな、飲みやすいウイスキーではあるんですが、シングルモルトとか、なんかモルトって言われるとモルトではない。ウイスキーと言われればウイスキーのイメージにはなってる味わいですね。だから大衆居酒屋さんでウイスキーを頼んで出てきたら許せるんですが、バーでこれが出てきたらちょっと許せないかなというような味わいですね。だからまあ、ウイスキーとしてはいいんじゃないですかね。どうですか皆さん。まあ、ぜひね、皆さんハリスホーク試してみてください。まずね、軽やかです。すごく軽やかです。ふわふわした軽やかさがあって、で、甘いね、フルーティーな香りがして、麦芽感とかはないですね。だからシングルモルトとかを飲みたい方はちょっとおすすめはできませんが、ウイスキーを安く飲みたいっていう方にはいいんじゃないかなと思います。なんかね、ストレートでもクイクイ飲めちゃうような味わいですね。ただ悪酔いしそうな感じの味わいといいますか、飲んでるうちは美味しいんですが、後で後悔するなっていうのがちょっとね、今までの40年の経験上分かる味わいがしますね。伝わりますかね。すみません、ちょっと難しいですね。はい、まあストレートよりは、まあ私ちょっとこれから違う飲み方をねしようかなと思ってるんですけども、そちらいいんじゃないかなと。まあハイボールですね。しかもね、ちょっとレモン系をやって、本当に大衆居酒屋に行ってハイボールを頼むと、こうレモンのねスライスが入ってきたりするのあるじゃないですか。あんなイメージで飲むといいと思います。まあ、これはね、もう2リッターもあるので、
どう消費するかっていうのを今ね考えた時にやっぱりハイボールいいんじゃないでしょうかね。これから作りたいなと思います。まずはですね、まあ、グラスに氷を入れて、ジョッキをちょっとね今回用意しました。レモンスライスを、ね、一切れ入れます。ここに先ほどねハリスホークを入れます。そしてソーダを入れて、多分ねこのレモンがね合うと思います。では皆さん今日も一日お疲れ様でした。いただきます。あー美味しい、これですね。なんか癖もないし結構スースー入ってくるハイボールになりますね。これはねいいです。正直本当にねこの樽サーバーをどう使うかっていうのが今回の目的だったので、これねやっとこの樽サーバーに合うウイスキーがね装着できました。できれば日課さん、このスタイル、このスタイルのウイスキー出してください、出してください、出してください。ブラックニッカークリアとかでもいいので、なんかこれでね出してもらえるとここにはまります。ニッカさん大好きなんです。ぜひねここにははめられるニッカウイスキー販売してくれませんかね。ということでですね、今日のヒロシの隠れ家は田舎のスーパーで見つけたワインダルサーバーに合う大容量ウイスキーハリスホーク、こちらをご紹介させていただきました。ではまた。